箱根駅伝順位予想。おーよー、いやね、箱根駅伝終わったばかりですが、来年の2023年の箱根駅伝順位予想していきます。早いですね。なんか2週間くらい前にも順位予想してたんですよね。気がしますけど、ね、2022年の予想でしょ。はい、もう次のね、今回するのは2023年の予想ですから。なるほど、早いね。早いですよ。まあね、去年はこの時期にはしてないんですけども、はいはいはい、今回はですね、ちょっとこの時期の、うん、この今の状況でやってみようと思いまして、なるほど。なのでね、もう見ている方、うん、ぜひですね、エンタメ感覚で温かい目で見てやってください、ね、はい、そうですね、もう分からないことだらけですからね。そうですよ、はい、うん、そうです。まあ、どうちゃんもね、ドキドキしてるから、そうやってちょっとね、布石を打ってるんでしょ、今。いや、まあ、もちろんそうです。だから分からないですよ、やっぱ、ね、分からないよ。新入生も入ってないんですから。そうです。だけど、ここで出した順位予想が、うん、当たったりしたらすごくないですか。すごいですね。残りますからね。それをね、見たいんですよね。うん、全部当てたらもう10億ぐらいもらわんともうおかしい。10億割に合わん。僕、うん、全部当てたら焼肉をおろうと思ったんですけど、10億みんな。10億で。10億ダメです。ダメって持ってない。可能性あるからね。いや、可能性ゼロじゃないですか。うん、まあまあまあ、そうですね。まあね、あの予選会から出なきゃいけないってことですからね。はい、はい、そうですね、はい。まあ頑張ってもらいたいと思います。はい、今回はですね、はい、あの今までは一つの動画で、うん、2人の予想をこう見比べたりしてたんですけども、一、はい、人ずついきます。うん、なので今回の動画、はい、ヨッシー編です。よいしょ。初ですね、こんなの。ヨッシー編。ヨッシー編いきましょうね。はい、そうです。オッケーです。第1弾ヨッシー編で見ていきたいと思いますが、はい、まずですね、本当に気が早い、うん。申し訳ないです。申し訳ない。2023年箱根駅伝の10位から6位を見せてください。うん、はい、こちらです。ドン。10位、早稲田大学。9位、創価大学。8位、國學院大学。7位、中央大学。6位、順天堂大学。なるほど。こうなりましたよ。まずね、うん、10位、早稲田大学はね、うん、ちょっとやっぱり主力がほぼほぼ抜けちゃうんですよ ね、うん、だけどね、2年連続シードを落とすっていうのはちょっと早稲田のプライドは許さないんじゃないかなと。まあ1年生でね、増田くんも来ますし、はい、期待もされてますので、ね、まあ、シードは取ると予想します。まあね、まずだから、あの予選会も勝つってことですよね。そうです、そうです、うん、予選会もいけるでしょ。なるほど、うん、分かりました。はい、で9位の創価大学、はい、やっぱりね、箱根に合わせてくると思うんですよ、ね、やっぱ島津くん、三上くん、うん、卒業しますけど、うん、まあ、島津くんはどうなるかわからないみたいですけど、うん、まあまあ、ちょっと主力がね、抜けてしまうんですけど、はいはい、まあ、ムルア選手もいますし、うん、ハーフの距離に強い選手育てるのが上手なんで、やっぱり、うんうん、やっぱここもシードはしっかり取るんじゃないかなと、はいはい、なるほど、ね、はい、はい、思います、うん、で8位の國學院大学なんですけど、うん、こちらもね、はい、エース級が抜けるんですよね。うん、うん、ね、ただね、残ったね、キャプテンが中西大賀選手か、あ、うん、と、まあ、平林くんというね、うん、まあ、エース級の選手もいるし、はい、うん、あと沖縄のね、あの北山高校から、うん、上原くん、はいはい、来ますんで、そこも注目ですね。うん、楽しみですね。はいはい、やっぱなんだかんだ言ってね、このぐらいの順位に國學院来ますから、ね、なるほど、はい、なんだかんだ言ってね、うんうん、で7位が中央大学なんですけど、こちらね、吉井大和選手、うん、ね、いますね。記憶に新しいですよ、うん、あの爆走見たらね、やっぱ入れたくなりますよ、はい、まあね、うん、確かに。で弟の俊介くんも来ますから。そうか、そうなんですよ。そうか、そうか、もう即戦力になるんじゃないかなと思うんですよね。あ、なると思うけど ね、うん、兄弟リレーとか見たいね。あ、あるかもしれない、ね、全然あるんですよ、うんうん、であと山がやっぱ強いですね。山がいいね、阿部、うん、君の上りと下り若林君まだいますから、うん、いますからね、ここ安定してくるんじゃないかなと、うん、もうちょい上に来てもいいかなと思いますね、うん、なるほど、うん、で6位が順天堂大学。お、こちらはやっぱり往路がですね、全員残るんですよね、今回と同じ往路の選手が。で山がやっぱり鹿間君強いし、はいはい、うん、やっぱ三浦龍司君もいますし、はいはい、うん、で下りもね、服部相馬君がすごいやっぱ強いらしいんで、なんかそうみたいね、そうそうそう、うん、なんでね、まあ、今回2位でしたから、はい、うん、まあ、このぐらいの順位には最低でも来るんじゃないかなと、はいはいはい、なるほど、うん、思います。わかりました、はい、まあね、実際こうやってね、10位から6位まで出してますので、うん、皆さんが推しの大学まだ入ってなかったら、うん、ベスト5なのか、それともシードを入れてないのか、うん、ね、うん、ね、注目です、はい、それではいよいよ5位から1位お願いします、はい、それではまあドキドキのね、おい、ベスト5、おい、お願いしたいと思います。こちらです、ドン、うん、5位からですか。ほうほうほう、東海大学。4位東京国際大学。3位東洋大学。2位駒澤大学。1位に青山学院大学。なるほど、もうね、面白みがあんまりないかもしれません、これは。青学連覇はそう感じるかもしれませんけど、うん、東海の5位はちょっとびっくりしたん、あ、そうですね、やっぱり今の状態考えると、うん、
そうですね、今回シード落ちをしてますから、はい、ただやっぱり山が強いんですよ、うん、なるほど。吉田響くん、うん、そして川上くん、うん、今残りますから、うんうんうん、吉田くんなんてまだね次2年生でしょ、うん、そうですね。そうで石原くんがしっかりね状態を戻してくれれば、うん、上位に来るんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、うんうん、なるほど ね、まあ、兵頭樹太くんとか新入生といえばいますし、まあ、ね、うん、あ楽しいね、うん、そこら辺のね新戦力もね伸びてくれれば強いと思いますよ、はいはい、うんうん、で4位が東京国際大学、はいはい、こっちこちらはねやっぱりヴィンセントくんがいますから、うん、イエゴン・ヴィンセントくんがね、はい、次が4年生ですよね、そうそうそう、もう最後なんで寂しいね、だからね、はい、いなくなるっていうのね、そうなんよ、ね、だから優勝を狙ってくると思うんですよ、なるほど、ここが集大成ですから、はいはい、うん、やっぱヴィンセントくんあと単色も4年生なんで、うん、そうか、うん、ただやっぱちょっと山がね、まあ、僕の大好きな倉掛くんが来るとは思うんですけど、うんうん、ちょっと目処がまだ立ってないので、うん、あはは、どうなるかなって感じではあるんですけど、あ、まあ、優勝を狙ってくる東国4位ぐらいに上がってくるんじゃないかなと思いますね、はい、で3位に東洋大学、はい、来ました、やっぱりね、うん、強いですよ東洋は、なかなかね、松山くんがやっぱねいますし、うん、まあ、2区に来るのかもしかしたら5区もあるかもしれないと思いますし、はいはい、まあ、前田くんも残りますよね、うんうん、でちょっとやっぱ宮下くんがね、うん、抜けちゃうのがちょっと痛いんですけど、誰になるんですか、ね、だから僕はね松山くんかなと思ってるんですよ、で石田くんが、うん、まあ、2区に来たりとか、見たいな、はい、だ清野くんが往路に来るとかまあね、ワープしてもらえばワープのアンカーがいいけどね、まあね、で、まあ、串間くんも往路行けるし、うん、であと1年生強いんですよ、来る、はいはい、新1年生が、ほうほう、はい、やっぱ尾形玲奈斗くんとかね、うん、はいはい、あの豊川の吉村くんとか、うん、あと西村真柊くんとかね、まあ、西村くん来るね、来るんで、福岡のね、で、こちら3人ほんと強いんで、多分ね何人かは出てくるんじゃないかなと思ってます、なるほどね、楽しみ、はい、で2位が駒澤大学、なるほど、ここはもうちょっとねもう硬い予想になっちゃいますけど、なるほど、やっぱね優勝争いは青学駒澤になるんじゃないかなと、なるほどね、思いますよやっぱり、うん、駒澤もねもうほぼ主力っていうか全員残るぐらいの勢いですから、確かにね、で山もね金子くんがね強かったりとか、はい、いや本当ですよね、下りもね篠原くんが多分走ればね多分すごい走りしそうなんですよ、はいはいはい、でまあ田沢くん4年生ですよ、はい、まあ優勝こちらももう田沢くんの最終年ですから、そうね、優勝狙ってくるんで、したいでしょう ね、 ね、でまあ佐藤圭太くんも来ますね、うん、確かに、うん、うわ楽しみ、ね、うん、でもやっぱり1位は青学です、なるほど、うん、そうなるかやっぱちょっと層が厚すぎるんですよ、はいはいはい、うん、もう今回の箱根を見る限りね、もう来年も連覇はもうね、なんかない限り確実と言ってもいいぐらい強かったちょっとね、ね、まあ上りもね若林くんが多分行くでしょうから、若の神いますから、若の神ね、うん、下りも作るのは青枠うまいんですよ、毎回下りいい選手が来るんでそこも何の問題もないと思いますね、でまあ岸本くんもね、はい、佐藤一世くんも残るし、そっか、一区は四季くんね、鶴川くんもね、いるし、ちょっと層が厚すぎるんですよ、いや本当 ね、でまあ福岡からね荒牧くんも来ますし、うん、あ、ね、うん、もう楽しみしかないですね、青枠もね、わかりました、はい、こうやって見るとね、なるほどそうだなっていう順位と思いますけれども、うん、はい、やはりね見てる方、うん、あの大学入ってないぞっていうのはあると思う、ありますか、その中でちょっと一個聞きたいはい、はい、吉田の中の11位予想は、ギリギリ落とす大学、はい、うわむずいっすねこれはねちょっとね、まあやっぱね一個だけですよね、もう一個だけ、一個だけ、はい、法政大学、おなるほど、やっぱ今回の走りを見ると、うん、もうそつなくね皆さんがいい区間で走るんですよ、うんうんうん、でも今回ね東海大学のアクシデントがあって、うんうん、シードに入りましたけど、はい、次回はそこで厳しくなるのかなぐらいのイメージです、うん、でも分かんないですけどねこれ本当に、じゃあ明治はどうなんですか、明治はね、うん、やっぱもう強力なメンバーが抜けちゃうんですよね、やっぱ手嶋くん鈴木清人くんっていうね、はいはいはい、まあだからこっからね下級生とかがどのぐらい成長するかにもよるんですけど、うんうん、ね、うん、ちょっと箱根に弱いイメージはちょっと若干ついちゃいましたね、全日本はいつもいいんだけどね、そうですね、わかりました、はい、こうちゃんまで見てどうでした、ヨッシーの、ね、えやっぱまあでも、うん、なんかなかなか今年のことが反映されてるんじゃないかな、うん、と思いますけど ね、うん、でもやっぱ、うん、そんな感じですかね、うんうん、東海なんかそんな感じですかね、まあ、どうちゃん今から発表するからね、どうちゃんね、そうだあんま言えないから後編の動画で僕言いますんで、だからもう今年ね、もう一番早い予想なので、うん、本当にこれが当たったらすごいと思いますので、そうですね、これ皆さん記憶に留めておいてください、ありがとうございます、はい、本当に早いですけども箱根駅伝順位予想、はい、よしへんでした、はい、ありがとうございました。